シロ、殿町はどうしたのだ？シドウくん、もしかして道に迷ってるってことはないよね？そうだよね。ここを待ち合わせ場所に決めたの殿町くんだし。神隠しかもしれない。天狗士のたたり。来るはずの人が来ない。これは神隠しだとしか思えない状況。怖くないもん。これは武者震いっていうの。一度病院に行った方が良いのではないか。真の像が口から飛び出すようなことがあっては一大事だぞ。そうか、それならば良いのだが。指導と一緒にいてはダメなのか。指導を一人にしてもしものことがあったらどうするのだ。シドウまで神隠しにあって二度と会えなくなるのは、その、ふむ、それが良いと思うぞ。うん、わかった。シドウ、草の丈は思いのほか長いし、よぎりが少し出てきたぞ。行くぞ。その町、どこにいるのだ。戻ってみるか。仕方あるまい。その、指導がしたいのは、あれだ。うん、いいからするのだ。どうだ、指導。安心したか？指導？私も。すごく安心するぞ。そっか、お揃いだな。
ところでさ、今二人で何してたの？してないぞ。へえ、まあいっか。じゃあ早くお供えして帰るのだ。うん、そうだな。行くぞ。シド、お兄ちゃん、もうお供えに行くぞ。今誰かが呼んでいたような。くー、蚊に刺されまくりながらも待った甲斐が。やはり肝試しで一番おいしいのは脅かし役だからな。女の子がこの俺を見て驚いたり怯えたり、俺だけ、あ、なんだ、うわでも何かいる。な、何言ってんだ、いつかお前罰が当たるぞ。とにかく俺は帰るから、いつかも早く帰れ。シドウくんは、かわいいヨシノが怖がっちゃってるじゃないか。お、そうしよう。うん、少し小腹も空いてきたしな。ところで飛び市折り紙、一人でどこへ行くのだ。あなたには関係ない。先にお供え物をした人がシドウを一日自由にで、なんだと？負けてはおれん。お兄ちゃん、シド。今何か聞こえなかったか？鳴き声、おそらく天狗氏。このまま帰っても気持ち悪いし、早くお供えして帰ろう。来ればいい。その間、私とシドウは愛を育んでいる。私も怖いぞ、シドウ。天狗氏がいなくなった。
なら情けないお姿ですわね、指導さん。お楽しみのところ申し訳ありませんけれど、この子は私が連れて行きますわ。ごめんなさい、今は指導さんに構ってる暇はありませんの。私も今日は帰った方がいいと思うな。うん、そうだな。帰ったトウカちゃんはヨシノみたいにもう少し我慢した方がいいかもね。シドウ君に褒めてもらえなくなっちゃうよ。な、何？シドウ本当か？我慢したら褒めてくれるのか？それ以前に女の子として落第点。いいじゃない、あの二人を見てたらさっきのもどこかに吹っ飛んじゃうよ。シン、砂糖はいくつにするの？うん、そうかな。精霊たちとのデートは必要不可欠だ。しかし今の安定していない状態で何も起きていないうちはいい。だが君の行動は精霊の状態に強く働くということをくれ医務官が見てくれている。まあ特に問題はないだろう。小鳥は自ら失神したんだろう。リミッターをかけていた。自分が暴走しないようにね。シン、君が暗い顔をしていては精霊も安心できまい。失敗は失敗として受け止めて次につながるようにすれば。ん？そうかね。私はいつもこの倍は入れるのだが。やはりまだ足りない。まあこれは後で追加するとして、シン、今天宮市で起きている現象についてはまだ分析ができていない。フラクシナスが機能不全を起こしている状態で思うようにいかなくてね。我々も歯がゆい思いをしているのだが、しかし天宮市全域に及ぶレーハ反応はおそらく広域結界の類と見て間違いなかろう。それはこっちで調べてる。あなたが気にすることじゃないって言わなかった？ふん、こんな状況でいつまでも寝てられるわけないでしょ。貴重な時間を潰してまで付き合ってあげたっていうのに、安定させなきゃいけない精霊を逆に暴走させそうになるって。
まあ付き合ってしまった私の落ち度でもあるけど、とにかく指導は精霊を安定させることを第一に考えて行動してちょうだい。それじゃあレーネ、私たちは帰るわ。うん、そうかね。まあ時間も遅いしな。これが私の願い。すべては決まっている。ただあるがまま。起きて。ねえ起きて、シド。朝だよ。おはよう、シド。どうしたの？ちょっと体調悪い？そうだね。いろいろあったもんね。そういう割に楽しそうな顔してるよ。そうだね。でもあんまり無理したらダメ。今日の球技祭も見学にしておいた方がいいんじゃないかな。もう指導ってば。指導すぐ起きるかなって思ってたから、お鍋の火つけっぱなしだった。そういうわけでごめんね、指導。ちょっと見てくるから。二度寝しないでちゃんと起きないとダメだよ。お鍋なんとか無事だったよ。ちゃんと着替えない。ごめんなさい。さっきリンネの悲鳴が聞こえたような気がしたのだが。お兄ちゃん、面白そうなことあった？シドさん。あっちゃー、シド。とりあえずいい？シド、悪いとは思うんだけど、収まりつかなくなったら大変だし、ごめんね。ごめんね。そんなに強くはしなかったつもりだったんだけど。お兄ちゃんはリンネお姉ちゃんに裸を見せたかったのか？確かにシドウ君は変態なところがあるよね。本当にそうかな？ねえ、ヨシノ。シドウさんはきっと違います。
ないか？大丈夫だよ。だってお兄ちゃんだもん。こーら、ダメよ小鳥ちゃん。指導はまだ本調子じゃないんだから。はーい。ごめんなさい、リンネお姉ちゃん。でも、お兄ちゃんの顔すごく面白かったぞ。さあ、みんな揃ったし、そろそろ朝ごはんにしましょう。ね。からいい匂いがすると思えば、これは朝からちょっと重いかなって思ったんだけど、今日は約束通りトウカちゃんの好きなハンバーグにしたんだ。ちょっと自信はないんだけどね。さあ、冷めないうちに召し上がれ。俵型とは珍しいな。おー、ジューシーな肉汁がどんどん出てきてたまらなくうまそうだぞ。おお、リンネちゃんすごいね。ねえヨシノ、食べきれるか心配です。なんかテンション上がってきた。小鳥ちゃん、ヨシノちゃんも冷めないうちにどうぞ。ちゃんとみんなの食べる。おお、ジューシーなうちにいただくのだ。いただきます。みんな美味しそうに食べてくれるから本当に嬉しいな。ちょっとシド、照れちゃうからそういうこと言うのなし。うん、どうしたのお兄ちゃん。転校してきた日にね、トウカちゃん。ん？そうだと思うぞ。リンネはすぐに私と仲良くしてくれたのでとても助かった。指導ってば、いきなり変なこと聞いてどうかしたの？え？ヨシノちゃん？どこでしたっけ。確か吉野ちゃんが指導の隣のマンションに越してきた時、ほら引っ越しの挨拶した時だよね。はい。そうそう、あの時は引っ越しいいわいいとかで逆にこっちがごちそうになっちゃったんだよね。もう嫌だな。シドウくんはまだボケボケなの？ううん、それより早くご飯食べて、遅くなっちゃうから。よしよし、それじゃあ私はそろそろ出るから、あとはよろしくね。今日は朝練ちょっと早めに準備しなきゃいけなくてごめんね。おお、リンネお姉ちゃん行ってらっしゃいなのだ。はーい、行ってきます。ん？シド、ど、ん？私はよくわからなかったが。シド、このハンバーグはやはりただものではないな。うまみが後から溢れてきてうますぎるぞ。だろうヨシノ。はい、とても。うむ、やはりリンネの料理は最高だな。シドも早く食べるのだ。冷めるともったいないぞ。料理を作る。
ない。なんでもないぞ。了解。お残しは許しまへんで。